今、ライズオリジナルジャークベイトの、フック付きバージョンを、スイムテストするために平塚新湖に来てます。今ちょうどこうフックセッティングしているところですね。はい、こんな感じで、フック付きをご注文いただいた皆さんのためにこれぐらいジャークベイトフック付きモデルを準備しております。それで本日、フックセッティングとしましては、こちらですね、カルティバの STBL56 ですね、バーブレスの STBL の56ですね。こちらの前が1番後ろが2番、それであのフックの、接続としましてはカルティバのハイパーワイヤーの5番、こちらの強いスプリットリングを使用しております。で本日の、このルアーを動かすタックルとしまして、ロッドはキミズのマッスル S 原田プロモデルですね。ロッドはこちらで、でリールがステラの 5000XG ですね、 SW の 5000XG で、ラインは四つ編みのウルトラキャストマン、こちらの2号、そしてリーダーがバリバスナイロンリーダーの40ポンドで、こちらを PR ノットですね、 PR ノットで、リーダーと PE を接続しています。ルアーコネクターとして、クロスロックスナップ、こちらを使用しています。こちらでこれからスイムテストしたいと思います。